Here in Asia, a narrow sea separates Japan and the free world from Soviet communism. Along this unmarked battlefront, there is the constant danger of a communist attack. If Japan were to fall under Soviet domination, the gain for communism would be tremendous, not only in industrial strength, but in the securing of valuable warm water ports on the Pacific. To prevent this possibility, a strong, well-defended Japan is vitally important and necessary, not only to ward off an attack such as occurred in Korea, but to maintain our own system of defense in the Pacific. これは1954年にアメリカ陸軍が作成した日本の防衛という映像作品です。これには冷戦の中でアメリカが日本をどう見ていたのかがよく表れています。後ろに映る銀座の風景が象徴するように、日本は戦後このようなアメリカとの関係の中で急速な経済発展を成し遂げました。後編では戦後の日米関係の変遷と来たるべき日本との戦争がなぜ第二次日米戦争を予言するに至ったか、そして多くの未来予測が外れてしまう理由を検証していきます。アメリカは第一次日米戦争の初期から勝利を確信しており、日本の占領計画を1942年の時点で立て始めていました。この占領計画で何よりも重要とされたのは、日本がアメリカを二度と脅かさないようにすることでした。この意向は日本国憲法の第9条にはっきりと刻まれています。この条文を最大限素直に解釈するならば、日本は永久に軍隊を持たず、いかなる場合も武力を用いることはないとなります。確かに軍隊が存在しなければ日本が戦争を再び起こすことは物理的にありえないでしょう。ところが憲法9条の改正を最初に求めたのは皮肉にも日本ではなく発案者であるアメリカの方でした。第9条は日本がアメリカにとっての永遠の脅威であるのを前提として作られました。しかしアメリカはこの時ある新しい脅威に直面していました。その新しい脅威がソ連です。アメリカとソ連の対立は第一次日米戦争以前から存在していましたが、戦前までは深刻な戦闘にまでは発展しませんでした。なぜなら中華民国やドイツ、日本が最前線に立って共産主義の拡大を防いできたからです。ところが第二次世界大戦で日本と中国はお互いを弱め合い、しまいにはアメリカが日本とドイツを打ち負かしてしまい、アメリカの代わりにソ連と戦う国がいなくなってしまったのです。以前まではアメリカはモンロー主義を貫き、いかなる軍事同盟にも属していませんでした。しかし、ドイツと日本の亡き今、アメリカはソ連に対抗するために史上初めて同盟国を必要としたのです。中国は内戦状態にあり、とてもこの役割を果たせる状況ではありません。ソ連と接していてアメリカの同盟国となり得るのが、皮肉にもかつての敵、日本とドイツだったのです。米政府内には終戦後に日本とドイツの経済を徹底的に破壊し、二度と大国になれないようにするべきとの意見が少なくありませんでした。第一次世界大戦で焼け野原になったはずのドイツが、わずか20年で再び大国に返り咲いたのを見て、これと同じことが起こってしまうのではないかと恐れていたのです。しかし、ソ連に対抗するためにはそうするわけにはいきませんでした。アメリカにとって日本とドイツが同盟国としてソ連に対抗できるようにするには、ソ連に負けないほどの経済力をつけさせる必要がありました。加えて日本人とドイツ人が貧しいままでは共産主義思想が広まり、アメリカに牙を剥いてくる恐れもありました。日本を豊かにするのは日本人のためというよりアメリカの安全のために必須だったのです。アメリカの防波堤となるのと引き換えに経済成長する機会を与えられた日本。その役目を果たす機会は戦後すぐにやってきます。朝鮮戦争の勃発です。アメリカはすぐさま日本駐留部隊を朝鮮に派遣しましたが、その結果日本を防衛する者がいなくなってしまいました。そこでアメリカは警察予備隊、後の自衛隊の編成を指示します。なんと日本は憲法で戦力の不保持を誓ってからわずか3年でこれを破ることになったのです。朝鮮戦争のために米軍はあらゆる資材を日本に生産するよう求めました。その結果、これは後に朝鮮特需と呼ばれる空前の好景気を引き起こし、生活水準は一気に大戦前の水準に回復しました。この恩恵を特に受けたのが造船業界で、占領開始当初、造船は GHQ により禁止されましたが、戦争のためにアメリカはこれを解除し、資金・技術援助まで行いました。
この結果、日本の造船業は奇跡的な躍進を遂げ、1956年には技術、量ともに世界一の水準を達成しました。これは終戦からわずか10年後の出来事です。ちなみにあの有名な、もはや戦後ではないという経済白書の記述もこの年に生まれたものです。朝鮮戦争中にはついに講和条約も結ばれました。講和条約の中でアメリカが最も強く求めたのは、米軍が日本に駐留し続ける権利でした。アジアで制空権を握る上で日本列島、とりわけ沖縄は極めて重要な位置にあります。アメリカは日本列島を爆撃機を飛ばすための不沈空母に見立て、ウラジオストクから中国、シンガポールに至るまでを支配する野望を持っていました。アメリカは日本にもより強い軍事力をつけてもらい、アジアの防衛に積極的に参加するよう望んでいましたが、日本にその気は毛頭ありませんでした。なぜなら当時の吉田首相は軍事力が弱くても日本を守るのは可能だと考えていたからです。吉田はかねてより日本を再建するためには軍事よりも経済成長に集中するべきだと考えていました。また吉田は日本がアメリカにとって不可欠であるのをよく理解しており、万が一日本が他国から侵略されたとしてもアメリカが必ず守ると確信していました。しかし吉田のこの案は当時右派と左派の両方から反発を受けました。まず左派は米軍の駐留は一切認めず、代わりに非武装中立を主張しましたが、日本が西側陣営につかない選択はアメリカが許容するはずもなく、非武装も日本列島の地政的重要性からして非現実的でした。対して右派も米軍が駐留したままでは真の主権回復とはみなさず、アメリカも有事の際に日本を本当に守るかどうかには懐疑的でした。実際に吉田の前に首相を務めた芦田仁は、米軍が日本国内に駐留するのは認めないものの、日本周辺には駐留して日本を防衛させるという妥協的な案を提示しました。しかし自ら軍隊を持たずに防衛を万全にするためには、やはり米軍が日本国内に残る必要がありました。こうして1951年に締結されたサンフランシスコ講和条約及び日米安全保障条約は、米軍の日本駐留を認め、アメリカに日本を防衛することを義務付けました。ただ日米安全保障条約にはもう一つ重要な側面がありました。それは日本側はアメリカの防衛義務を負わないことです。アメリカはできる限り NATO のごとく日米が相互に防衛義務を負うように従っていましたが、それは不可能でした。なぜなら憲法9条という制約があったからです。憲法9条は世界的に見てもかなり珍しい条文ですが、日本はアメリカよりもこの条文を好み、いつまでも変えようとはしませんでした。なぜなら憲法9条は日本がアメリカが起こした戦争への参戦を拒否する正当な口実を与えたからです。日本はこれまで自衛以外の戦闘、例えばベトナム戦争や湾岸戦争、アフガン侵攻などに参加するようアメリカからたびたび求められても、憲法9条を盾にして全て拒んできました。日本は時の政権の意思に関係なく、その上の存在である憲法上の縛り、それもアメリカが自ら作った制約のせいで参戦したくてもできないという理由付けができたのです。憲法9条の是非は昔から盛んに議論されていますが、少なくとも憲法9条が日本をアメリカの対外戦争から守ってきた一面は確かにあります。アメリカは日本の海上交通路の防衛も間接的に請け負いました。この中で特に重要だったのが東南アジアまでの交易路です。共産主義との戦いは朝鮮戦争が終わると東南アジアに移りました。共産主義がベトナムより南に広がらないように、アメリカは東南アジアを西側陣営に引き込む必要があり、これを達成する上で鍵となったのが日本です。日本は経済成長を続けるにあたって大量の資源を必要としていました。そこでアメリカは東南アジアを日本への資源供給地にして2つの地域の発展を促そうと試みます。さらに日本が作った製品をアメリカが輸入することで3つの地域の結びつきを強めて自由主義勢力の強化を図りました。お気づきでしょうか、日本がある程度経済成長をすると東南アジアを目指すこの流れは第一次日米戦争の前とよく似ています。今回はアメリカに導かれる形とはいえ、日本が成長すると必ず東南アジアに依存する法則があるのがわかります。ちなみにこの法則に従えば、日本が中国の資源を求めるのも必然で、実際に日本は戦後一貫して西側陣営の中で最も中国に友好的でした。例えば吉田茂は中華人民共和国を国家承認するのに積極的でしたし、天安門事件の際には G7 の中で日本だけが対中制裁に反対、そして事件後に一番早く関係改善をしたのも日本でした。この理由はまさに中国との貿易で一番恩恵を受けるのが日本だからです。アメリカは日本を中国に近づけさせないためにも、東南アジアだけで日本の需要を満たす必要があったのです。
日本が東南アジアの安い資源を輸入し、アメリカが日本製品を輸入する、この流れが戦後しばらく続きました。このように日本は米ソが対立する冷戦という構造をうまく活用し、世界史上稀に見るほどの急速な経済発展を遂げることになります。しかしこの構造は永遠には続きませんでした。今回の本、来るべき日本との戦争が出版されたのは1991年でした。これはちょうど日本でバブル崩壊が起こったのと同じ年です。したがって我々は未来人であることは一旦忘れ、この本が日本経済の絶頂期に書かれたという時代背景を理解する必要があります。前章では戦後日本が共産主義の防波堤として経済成長と引き換えに外交と防衛をアメリカの手に委ねる過程を紹介しました。この日米関係が成立してからの日本経済はまさに奇跡でした。人口は毎年安定的に増加し、国内需要も順調に拡大、海外、特にアメリカにも次々に日本企業が参入しました。その圧倒的な競争力で日本企業は現地企業を次々と倒産に追い込み、現地の名門企業や不動産を数多く買収していきました。しかしこのとどまるところを知らない日本企業の躍進はアメリカ国内の経済に悪影響をもたらし、いわゆる日米貿易摩擦としてアメリカ人の対日感情が悪化していきました。アメリカ政府はこれを受けて国内で日本製品を冷遇したり、日本企業による買収を阻止したりしましたが、決定的な対策は打ちませんでした。なぜならアメリカはそれでもソ連を封じ込めるために日本に配慮する必要があったからです。アメリカは日本や西欧の防衛を担っておきながら、さらに巨額の貿易赤字も受け入れてきました。たとえそれが負担であろうと、ソ連を封じ込めるためには必要な犠牲であり、アメリカは結果的にそれで恩恵を得ていたからです。戦後の世界は全て米ソ対立に基づいて構築されました。アメリカとソ連がお互いを封じ込むために、アメリカは西欧や日本を、ソ連は東欧や中国を取り込んで様々な支援をする、このような体制が戦後50年も続きました。ところが1980年代からはソ連はかつての強大な力を失い、東側陣営では民主化革命が相次ぎました。1989年には冷戦の終結が宣言され、ソ連は国内で改革を試みるものの衰退は止まらず、1991年ついに崩壊しました。これはアメリカが長年の夢をついに叶え、真の世界覇権国の座を獲得した瞬間でした。しかしだからといって誰もが安心できるわけではありませんでした。なぜなら世界は長く続いた米ソ対立にすっかり慣れきっており、今後敵を失ったアメリカがどう行動するのか、世界がこの後どうなってしまうのかが分からなかったからです。その結果、90年代にはこれからの世界の成り行きを予想した未来予測本が数多く登場しました。まず代表的なのがフランシス・フクヤマの歴史の終わりと最後の人間でしょう。この本はソ連の崩壊をもって歴史は終わったと主張しました。ここで言う歴史の終わりとはどういう意味でしょうか。それはソ連の崩壊が民主制が人類が持ち寄る政治体制の最終形態であり、どんな国もいずれは民主制に移行するのを証明したということです。冷戦でアメリカが最終的に勝利したのは、民主制という政治体制が人類の行き着く終着点だからです。アメリカのような民主国家では、人々が一番に望む政策が実行されるため統治が安定し、国の体制を覆すほどの争いは起こり得ません。そして民主国家同士は平和的対話によって戦争を回避するため、民主国家間の戦争はもはや起きないと想定します。全ての独裁国家はいずれ民主制に移行し、それが完了した時、人類は初めて戦争とは無縁の世界に到達するのです。つまり著者は歴史を世界が民主化される過程と定義し、全世界が民主化された状態を歴史の終わりとしたのです。ソ連の崩壊は人類が歴史の終わりにまた一歩近づいた証拠だったのです。この著作に呼応する形で発表されたのが、サミュエル・ハティントンの文明の衝突と世界秩序の再編成です。この本は冷戦が終わると、東側、西側、第三世界の3つに分かれていた世界は今度は複数の文明に分断され、戦争が文明の狭間で起こると予言しました。これまでは数ある文明のうち西欧文明が圧倒的な影響力を持ってきましたが、今後はその影響力は徐々に減衰すると同時に、他の文明は西欧化に反発するようになります。特にイスラム文明と中華文明は今後ますます西欧文明と敵対するといいます。確かに冷戦後の世界ではイスラム原理主義がアメリカを激しく攻撃したり、近年では米中間の緊張が高まっているのを見ると、この本の予言は当たっているように見えます。
冷戦後の世界ではこのように誰もが未来の国際政治を予想するのに躍起になっていた時代であり、来たるべき日本との戦争もそのような未来予測本の一つでした。ではこの本は一体どんな未来を予想したのでしょうか。アメリカはソ連を封じ込めるために日本にあらゆる恩恵を与えました。まずは日本の安全を保障し、経済成長を支えるために海上交通路の警備と資源の輸入も手伝いました。日本企業のせいでアメリカ人労働者が失業しても本格的に日本企業を締め出さず、逆に日本が国内市場からアメリカ企業を締め出しても無理やりこじ開けることはしませんでした。理由はソ連を倒すために日本が必要不可欠だったからです。ではソ連がいなくなったらどうでしょうか。日本がソ連に攻撃される恐れがないのであれば、どうして日本を守る必要があるでしょうか。日本をソ連よりも豊かにする必要がないのであれば、どうして自国経済を犠牲にしてまで日本経済を支える必要があるでしょうか。戦後の日米関係は全てソ連に対抗するために構築されました。ソ連という敵のためにそれまで対立していた日米は結束し、お互いに不利益を受け入れてきたのです。ソ連がなくなるということは、この協力関係がもはや必要ではなくなることを意味しています。これは欧州も同じで、数百年も対立し何度も戦争をしてきたイギリス、フランス、ドイツなどが戦後一度も戦争をしなかったのはソ連という共通の敵と戦うためでした。国と国が協力する時というのは往々にして共通の敵がいる時なのです。ここからは著者の未来予測になります。まず日本はソ連亡き後に選択を迫られるでしょう。まずアメリカにこのまま守ってもらう場合、その対価として経済的な譲歩をアメリカにする必要があるでしょう。アメリカが日本を守るために維持している在日米軍基地及び海上交通路の警備の費用は莫大です。日本はその費用をアメリカに支払うことができるでしょうか。もし日本がこれを拒否する場合、日本はこれを全て自らの手で行う必要があります。2つ目の選択肢、それは大東亜共栄圏の復活です。まずアメリカが日本製品を締め出すならば、日本は代わりの市場を見つけなければなりません。幸いアジアには中国、インドネシア、インドなどといった魅力的な成長市場があります。これらの国と友好関係を築くために日本は積極的に発展を手助けしなければなりません。ちなみに日本はこの3国に莫大な政府開発援助を行ってきたのは本当で、その理由が日本企業の輸出先に仕立て上げるためというのも本当です。そして次に取り組むべき問題が石油です。日本の輸入石油のほとんどがマラッカ海峡を通ります。よってここが他国によって封鎖されることが決してないように、日本はシンガポール、マレーシア、インドネシアと友好関係を築き、さらに万が一封鎖された時に備え、マラッカを通らない地域からも石油を輸入する必要があります。日本周辺の産油国は中国、インドネシア、マレーシアなので、ここからの輸入を増やすべきでしょう。しかしそれでも中東への依存から完全に脱却することはできません。そこで中東石油の輸入経路を守る上で鍵となるのがインドです。日本はインドと軍事同盟を結び、インドに中東からマラッカまでの経路の安全を保障するよう求めます。インドがこの海域でアメリカをしのぐ勢力を保てるように、日本はインド海軍の増強を全面的に支援する必要があるでしょう。アメリカと対立してアジアに活路を見出す様子は第一次日米戦争の時と全く同じです。そして何より一番重要なのが日本自身が普通の国になることです。戦後日本は憲法で戦力の保持を禁止しました。これは普通の国ではありえないことです。これが可能だったのはひとえにアメリカが代わりに日本の防衛を担ってきたからでした。その結果、自衛隊は常に米軍と一緒に戦うのを前提としてきました。これは称えるならば英領インド軍のようなもので、英領インドはかつて独自の軍隊を有していたものの、これはあくまでイギリス本国の指揮下で補助的な役割を果たす想定で存在していました。自衛隊も同じで、有事の際は米軍と共に行動するのを前提とし、その戦力は日本の経済規模にしては小さいままでした。しかし米軍が日本から撤退するならば、日本はその不足分を埋め合わせる必要があるでしょう。日本はすぐに憲法を改正し、その国力に見合う軍隊を創設。もちろんその軍隊は他国への攻撃も想定しなければなりません。この本によると、海軍は外洋に展開できる大型艦船を増やし、航路上に停泊できるよう港を賃借するか、直接軍港を整備する必要があります。そして少なくとも7つの空母打撃群を編成し、4つは南シナ海の防衛、残り3つは太平洋でアメリカを牽制します。敵国を攻撃するためには海兵隊も必要です。空軍は独自の次世代戦闘機と警戒管制系統を開発し、さらにアメリカの核の傘もなくなるので、核兵器と大陸間弾道ミサイル、戦略爆撃機、原子力潜水艦も必要です。著者によると、日本はこれらを開発、運用するのに必要な基礎技術はすでに有していると言います。
例えば三菱や川崎は何年も戦闘機を生産してきましたし、空母を守るために必要なイージスシステムもこの本が出版された時点で導入が決定していました。核兵器に必要な基礎技術とプルトニウムもすでに蓄積されており、大陸間弾道ミサイルも当時開発が進んでいた H2 ロケットの技術を転用すれば作れるとされました。もちろん兵士の訓練や足りない技術の開発にはさらに時間がかかるものの、日本にできないわけではないとしています。日本の軍拡は当然日米間の緊張を生み出すでしょう。第一次日米戦争はもともと中国における権益争いと、それに呼応した軍拡競争が原因で起こった戦争で、日本が2つ目の選択肢を取った場合、これと全く同じことが起こります。日本の東南アジア進出にはアメリカは強く警戒し、しかるべき対抗策を講じてくるでしょう。まずフィリピンのクラーク空軍基地ですが、ここはベトナム戦争以来利用価値が落ちていたものの、ここは南シナ海を日本から守る上で今後重要となるため放棄するべきではないとしています。ちなみにこの基地はちょうどこの本が出版された年に実際に使用継続するかどうか検討されていた最中でしたが、ピナトボ山の大噴火で火山灰に覆われたのがきっかけで正式に放棄されました。しかし2012年には中国の脅威もあり、再び米軍の駐留が再開されました。次に著者はアメリカの第7艦隊の拠点をシンガポールに移すべきとも述べています。アメリカはシンガポールからこれまで何度も第7艦隊の拠点をシンガポールに移すよう求められてきましたが、艦隊は横須賀から離れませんでした。アメリカは今こそこの申し出を受け入れ、日本の生命線を握るべきだと言います。韓国も同様に日本の喉元に位置する非常に重要な拠点なので、米軍を維持するべきです。そして陸軍を縮小し、海兵隊を増強することでアジアにいつでも展開できるようにする。さらには東南アジア周辺の空母を増やして制空権を維持、原潜よりも通常動力型潜水艦を増強することで航路を切断する能力を高めます。東南アジア諸国と友好的な外交関係を確立するのは言うまでもありません。この流れの行く果てが2回目の日米戦争です。ところが現実にはこの流れは止まらないどころか、初めから起こりもしませんでした。この主要因はやはり日本経済の停滞でしょう。実はこの本が出版されたのはバブルが崩壊したわずか3ヶ月後で、著者もこれについて少し触れてはいるものの、この経済低迷がまさか30年以上も続くとは誰も予想できませんでした。ソ連崩壊後のアメリカはイスラム原理主義という新たな敵と戦うことになり、近年では中国が日米の共通の敵として台頭して、日米関係はむしろ年々強固になっています。ではこの本が予想を外したのは分析が不十分だったからでしょうか。確かにその面もあるでしょう。例えば中国の経済成長にしても分析にもっと含める余地はありましたし、核兵器が技術的には可能でも、それが国内国際政治的に可能なのかについては深く議論されていません。出版された当時の評価もあまり良くはありませんでした。しかし少なくとも第一次日米戦争に至るまでの経緯は綿密に調べられており、日本があのように行動した根本的な理由の説明にはそれなりに説得力があります。我々は未来人だからこの未来予測がおかしいと断言できますが、出版当時の日本の勢いと歴史の法則を考慮すれば、あながち大それていたとも言い切れないのではないでしょうか。実際に日露戦争当時はお互いを友好国とみなしていたはずの日米が、わずか30年後に全面戦争をしたのからわかる通り、30年もあれば国と国の関係はどのようにでも変化するのです。この本は日米は共通の敵を持たない限り敵対する運命にあるという歴史の法則を前提としていますが、未来は往々にして法則通りに進まないことがあります。したがって我々はこの本からあることを学ぶ必要があります。それは未来予測は当たる方が珍しいということです。未来予測の正確性を検証したある研究があります。それは200人以上の政治経済の専門家を18年間追跡調査して、未来予測が実際に当たったのかどうかを調べたところ、なんとその精度はチンパンジーが適当にダーツを投げた予測よりも劣っていたことが判明しました。これは一般人ではなく、その分野に精通した専門家の予測です。確かに我々が普段聞く未来予測を思い返してみると、その多くが外れてきたのがわかります。例えば石油が将来枯渇するとは昔から毎年のように言われてきましたが、石油は結局枯渇しませんでした。2010年代には空飛ぶ車が2020年には街中を飛んでいるだろうと予測されましたが、車はまだ空を飛んでいませんし、結局2030年40年になっても実現しないかもしれません。ではなぜ未来予測はここまで外れるのでしょうか。それには主に3つの理由があります。
まず一番根本的な問題として、この世に起こる全ての事象を分析に含めるのは不可能だからです。これはバタフライ効果として知られる問題で、気象学者のエドワード・ローレンツのブラジルの一匹の蝶の羽ばたきはテキサスで竜巻を引き起こすかという問いかけが元となっています。ブラジルにいる蝶が作る風は人間には到底気づけないほど小さいですが、この風は巡り巡ってテキサスの天気に影響を与えるかもしれません。しかし人間にブラジルの蝶一匹一匹を捉える能力はないので、竜巻を発生の何ヶ月も前から予想するのは不可能なのです。未来はこのように些細な出来事がきっかけで大きく変わるものです。例えばある日どこからともなく発生した謎の疫病が世界中の人々を自宅に閉じ込めることだってありますし、影響力のある政治家が何の前触れもなく暗殺されることだってあります。自然災害ともなると予測はほとんど不可能です。では仮に集められる情報を全て綿密に分析し、ある程度正確な未来予測ができたとします。しかし逆にこのような正確な未来予測ほど外れることが多いです。なぜなら人間は未来予測に基づき未来を変えようとするからです。先ほど石油が将来枯渇するという未来予測がことごとく外れる話を出しましたが、なぜいつまでも枯渇しなかったかといえば、我々が枯渇しないように努めたからです。例えば石油掘削技術を日々高めることで、今まで届かなかった深さにある石油を掘り出すことができるようになりましたし、石油危機の際は世界中で原子力発電が採用され、石油への依存が減りました。前編で話したアメリカのオレンジ計画も同じです。アメリカはこのままでは日本との戦争で不利になるという未来予測をもとに軍備増強を行った結果、そのような未来を迎えずに済んだのです。冷戦時代には米ソが核戦争を起こし人類は滅亡するという未来予測があったからこそ、両国は核兵器の削減に一緒に取り組み、意思疎通を強化して核戦争を未然に防いできました。現に我々は地球が温暖化するという未来予測を前にして、そうならないように対策を施している最中です。このようにたとえ正確であっても未来予測は外れるというより、あえて外すように人々が行動を起こすのです。そして今回の題材に最も当てはまるであろう3つ目の理由が、人間は強烈な予測に関心を抱くです。今回紹介した本には来るべき日本との戦争というかなり強烈な名前がついています。しかしこれを全部読んでみると、実はこの本の主題は日米戦争という特定の出来事の予測というよりも、あくまで冷戦後に日米が対立に向かうであろうという非常に大まかな流れの予想であるのがわかります。確かに戦争が起こるだろうとは予測していますが、それはこの本の最後の最後に言及されているにすぎません。よって内容に忠実にこの本に名前を付けるならば、冷戦後の日米関係、日本とアメリカのすれ違う国益であったり、冷戦後のアメリカの太平洋戦略などの方がふさわしいでしょう。それでも来るべき日本との戦争という強烈な名前が付けられたのは、おそらく読者の興味を引きつけるためでしょう。基本的に本というのは売るために書かれます。たくさん売ろうとしているところに先ほど挙げたような表題を付けたところで、読者は手に取ろうと思うでしょうか。それよりかは日本との戦争という刺激的で意外性のある言葉を使った方が関心を寄せつけるでしょう。実際にこの本は数々の専門家から酷評されながらも話題を呼び商業的に成功、これに基づいたドラマも放送されたほどでした。また出版当時最高潮に達していた日本脅威論もこれを後押ししました。このように世の中には物事を多少大げさに語ることで注目を集めようとするもので溢れています。広告はもちろん、ニュースの見出しや政治家の公約、YouTube の動画に至るまで注目が集まるほど利益が出るものには必ずこの性質があります。人々が大量の情報から選別しなければならないインターネット上ではなおさらです。また一見客観的で事実に忠実に見える論文でさえも物事を誇張して伝えるものが少なくありません。なぜなら研究者も興味深くて意外性がある論文を書いた方が出世する可能性が高まるからです。面白い結論に導くために数多くの根拠の中から都合の良いものだけを抽出するのです。これを防ぐために論文を出す際には通常第三者による査読が行われ、その根拠がしっかりしているか不正がないかなどが審査されます。そのおかげで一般書籍やネット記事よりは信頼性は高いですが、それでも誇張と無縁ではありません。未来予測に限らず、こうした他人の意見を聞く際には、それがどんな根拠に基づいているか、発信者はその意見を世に出すことでどんな恩恵を受けるのか、ここまでを考えるのが今の時代重要になってきます。
日米に代わって昨今は米中の対立が深まっており、巷には中国が明日にも台湾を侵略し米中戦争が始まるとの予測が数多く存在しますが、結局は何も起こらない可能性だって十分にあります。その未来予測は何かしらの小さな要素を見落としているかもしれませんし、その前に台湾やアメリカがそれを防ごうと動くでしょうし、何より我々がそのような強烈な予測にばかり注目し、他のある意味つまらない予測を見逃しているだけかもしれません。いずれにしてもそのような悲観的な未来予測が出回るのは、人々がその問題に気づいている証拠でもあります。未来予測が外れる理由は、人々が未来を良くしようと行動するからと説明しました。悲観的な未来予測は、未来がすでに良い方向に向かっている証なのかもしれません。